オクラホマシティはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の20番艦。後にミサイル巡洋艦に改装され、カルベストン級ミサイル巡洋艦の3番艦となる。艦名はオクラホマ州オクラホマシティにちなむ。オクラホマシティは1942年12月8日にペンシルベニア州フィラデルフィアの クランプ造船株式会社で寄港し、1944年2月20日にアントン・ H クラス船夫人により浸水、1944年12月22日に CB ハント艦長の指揮下収益する。成長後オクラホマシティはパナマ運河を通過し、1945年5月2日に新珠湾に到着し太平洋艦隊巡洋艦隊に合流する。 5月22日まで訓練を行った後、ウルシー艦渉に向かい、6月6日に第38.1任務軍とともに沖縄に向かう。6月から7月にかけて第3艦隊の日本本土攻撃を担当する空母軍を護衛する。7月18日にオクラホマシティは他の巡洋艦、駆逐艦とともに砲撃部隊を構成し、空母任務軍とともに 日本本土への攻撃を継続した。8月15日に日本は降伏し、オクラホマシティは沖合で72日間偵察巡航を続け、最後に東京湾に入港した。1946年1月30日まで占領任務に従事しそのご帰国の途に着く。2月14日にサンフランシスコに到着。 8月15日まで同地に泊まり、ベアアイランド海軍交渉で不活性化が行われた。オクラホマシティは1947年6月30日に、大役し太平洋予備役艦隊、サンフランシスコグループで保管される。1957年3月7日にオクラホマシティは、サンフランシスコのベスレヘムスチールの太平洋交渉に到着し、5月21日に、 カルベストン級ミサイル巡洋艦への転換作業に入る。2日後に CLG-5 への艦種変更が行われ、転換作業は1960年8月31日に完了した。ハンターズポイントに敬遠されたオクラホマシティは9月7日にベンダブリューサーバー艦長の指揮火災収益した。成長訓練の間にオクラホマシティは 太平洋艦隊において初めてタロスミサイルの発射に成功した戦闘部隊となった。成長後、オクラホマシティはいくつかの大規模訓練演習に第3巡洋艦隊及び第9巡洋艦駆逐艦隊の機関として参加し、12月1日に太平洋西部における6ヶ月間の配備を完了する。12月20日に日本の横須賀に到着し6日後に第7艦隊の 帰還となる。艦は、シア島の訓練演習に参加し、作戦運用に関する二つの賞を受賞、極東のいくつかの都市に対する友好大使として、親善訪問を行った。その後1961年6月12日に、カリフォルニア州ロングビーチへ帰還し、数ヶ月間を沿岸における訓練活動と維持作業に費やした。 12月14日にロングビーチ海軍造船所入りし、広範囲なオーバーホールを行う。1964年前半にオクラホマシティは長期配備に備えて、南カリフォルニア海域で回復訓練を開始し、横須賀に向かう。横須賀には7月7日到着し、再び第7、艦隊機関としての任務に就く。まもなく、トンキン湾事件が発生し、 オクラホマシティは25日間に及ぶ警戒態勢に入る。その後も極東における訓練演習及び作戦、活動、様々な港への訪問を継続し、1965年6月にベトナムに対する艦砲射撃任務を開始する。戦闘状態が激化すると、オクラホマシティは南シナ海での活動時間が増え、ピラーニャ、ダブルイーグル、デッキハウス4、 ヘースティングス2といった作戦に参加した。第7艦隊機関として2年半の活動を行った。あと、1966年12月15日に、オクラホマシティは、オーバーホールのために、サンフランシスコ湾海軍図を船所入りした。オーバーホールが完了すると1967年7月に、南カリフォルニア作戦海域で、回復訓練を行い、 1968年11月7日に西太平洋に再び展開するまで訓練及び西海岸の港湾訪問を継続した。オクラホマシティは12月20日に横須賀に到着し、1969年8月まで第7艦隊での任務に貢献した。オクラホマシティは1979年12月15日に退役する。1999年のタンデム。 スラスト合同訓練において標的艦として使用され、大韓民国海軍の潜水艦、李戦の魚雷によって沈められた。オクラホマシティは第二次世界大戦中の戦考で2つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。